はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、BIT、アトム、カルダノ、エイダ、ニアプロトコル、今日6通貨見ていきたいと思います。今日が2022年の9月の2日金曜日、今が17時50分ということで、皆様1週間家事育児お仕事お疲れ様でした。今日に関してはちょっとね、撮影してる会場が違うんですが、中身に関してはいつも通りやっていきたいと思っています。今日の仮想通貨市場は直近警戒売りで下げていた分ですね、若干こう戻ってはいますが、なかなかですね、動きが出ないというふうな状況となっています。これに関して今日ですね、21時半からアメリカの雇用統計8月分がですね発表されるということで、市場の注目がめちゃくちゃ集まっています。まあ、そのあたりちょっとですね、今日おさらいがてら見ていくのと、あとまあ全体的にですね、今市場が重たい環境まだ続くんじゃないかっていうふうに言われている中で、この通貨ちょっと注目なんじゃないかっていうふうなですねニュースが入ってきてます。これも海外のニュースですけども、速報としてですね皆様にお届けしていきたいというふうに思っています。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして相場分析と戦略構築をやっております。ツイッターの方でもね、情報発信しておりますし、直近あった元素騎士のホワイトリストのプレゼントの件、今日ですね、この動画を撮影した後、すぐにですね、ツイッターでアップしたいと思います。当選者ですね。たまにこんな感じで、ギブアウェイなんかもやりながら、仮想通貨の情報発信しておりますので、ツイッターの方もぜひチェックいただければと思います。それでは今日の仮想通貨市場の動向を見ていきたいと思います。はい、今日の仮想通貨市場はビットコイン 1.7%、イーサに関しては結構上がりましたね。3.9% ということで、直近の下げ分、まあちょっとね、反発が強くなってきているというふうな状況ですね。その他アルトコインに関しても全面的に反発ということで、まあ自立反発みたいな状況となっているということですね。今日の世界の株価見ていきたいと思うんですが、日経平均に関しては、続落ですね。 0.04% 若干ですけれども、27,650 円まで下げたということですね。まあ、これに関してはやはりですね、今日の、夜に発表されるアメリカの雇用統計の公表を控えて、なかなかですね警戒感を持った動きになってしまったということですね。ただまあ下げすぎた相場を買うようなですね動きも見られて、まあ値動きがですね出なかったというふうな状況じゃないかなというふうに思っています。今日の世界の株価を見ていくと、アジア市場はまあ割と堅調でもそんなに大きな動きではないですね。ただ欧州市場、今オープンしている欧州市場に関しては全面的にですね 1% 以上また上がってきております。まあ今日の相場どうなるか本当にね、なかなか難しいんですが、もう一つね、日本人として脅威を覚えるのはこの140円ドル円ですね。140円を突破しました。これが1998年以来だったかな。もう20何年ぶりのことだということで、すごいドル高円安になっているという状況です。もちろんドルインデックスに関してもかなり高い位置でですね推移しています。ドルインデックスとアメリカ株、まあ、引いて言うとビットコインなんかもですね逆相場の形で動いている直近の動向がありますので、ここからさらに上がるかどうかっていうところ、ここはかなりねチェックが必要じゃないかなと思いますし、今日の雇用統計次第じゃないかなということですね。今日の雇用統計、21時半から非農業部門雇用者数の変化、これ前月比でいうと30万人増えるんじゃないかっていう予想になっています。まあ、前回はですね予想を大きく上回りましたけれども、それにしても30万人増ということで、市場のですね労働需要というのはかなり強いということが示されれば、 FRB も心配なく利上げができるということで、9月の FOMC ではですね 0.75% の利上げが推奨される可能性があるんじゃないかというふうな懸念が今のところベースになっているということですね。もちろん雇用統計だけではなくて、8月の失業率なんかもですねしっかりチェックしておかないといけないかなということで、まあ21時半はね結構、まあ、その直前からですね大きなボラティリティになることが予想されますので、まあお祭りみたいな感じでですね見ていくのが僕はいいんじゃないかなと思っています。はい、じゃあここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思います。コインテレグラフのニュースですが、アメリカドルがですね20年ぶりの高値を更新しましたということで、ビットコイン価格はそれに伴って 2.7% 下落ということですね。今日ちょっとね反発してきてますけれども、ドルインデックスの強さがですねビットコインを押し下げているということが言われています。さっき見たドルインデックスはですね今109っていうところで動いているんですが、これを抜けていった後はですねなかなかもう抵抗されるラインがないというふうに直近でも言われています。そんな中115っていうところまでね一気に上昇する可能性があるんじゃないかってことがこの中では書かれてあります。まあ、それだけやっぱり株よりも今ドルを買っておくべきだろうっていうふうな動きになっているということですね。リスク資産に投資しづらいというふうな環境がまあ続いていると、それに伴って DXI が上がっているということですね。でそれと伴ってここちょっと面白いんで見ていきたいんですけど、今月の9月の15日皆様何があるかご存知だと思いますが、これですねイーサリアムがプルーフオブワークをですね廃止してプルーフオブステークへ移行するマージっていうものがですね行われるというふうに言われています。というか予定されています。
で、それに伴って重要なイベントがもうその辺で立ち込めてるんですね。例えば8月の消費者物価指数 CPI、 これもインフレ動向をですね見る最重要の指標になるわけですけど、これが9月の13日に公開されます。その直後ですね、9月15日に関しては。で、もう一つ9月15日は、破綻したマウントボックスですね、これの再生プロセスの一部として、長年の法的作業の後に支払いが開始される日だというふうに言われています。まあ、マウントボックスに関しては僕は全く心配はしていないんですけれども、まあ、その不安から直前に売られるっていうのは、確かにあるんじゃないかなと思ったりしますし、そもそもここの CPI ですよね、消費者物価指数でインフレが収まってないような傾向がもし出たとするならば、もうかなりですね市場混乱した中でマージの移行をですね迎えるっていうことになるわけですよね。なので、そういった重要イベントが9月15日付近にいっぱいある中で、イーサリアムをどんどん買っていけるのかどうなのかと言われると、どちらかというと直前に事実売りというか、売られる方向にですね動く可能性があるということは警戒をしておかないといけないんじゃないかなと思っています。ということで、非常にこうイーサリアムも含めて、なかなかこう買いにくいんじゃないかと、上げにくいんじゃないかというふうに言われているわけなんですけれども、その中でちょっと注目のですねコインがあるんじゃないかというふうなニュースが入っているんですね。これはクリプトグローブのニュース、海外のニュースですけれども、カルダノ、エイダですね、主要なスマートコントラクトネットワークのアップグレードに先立って、これイーサリアムのことを言ってますけれども、ビットコインを上回り始める可能性があるということをアナリストが述べているということなんですね。人気仮想通貨アナリストの方は、エイダがすぐに主力の仮想通貨であるビットコイン BTC を凌駕し始める可能性があるということを示唆しているんですね。まあ、一部、専門家の中ではですね、カルダノ、ソラナ、BNB チェーンなどのイーサリアム以外のスマートコントラクトプラットフォームは、イーサリアムの今後の主要な取引に対するヘッジとみなすことができますと。要はヘッジの動きをするんじゃないかということですね。ということは、イーサリアムマージによって一時的にこう価格が下落される可能性があると。それに対して、そのようなヘッジのような動きということで上がっていくんじゃないかということを言っています。で、そのカルダノ、まあ、ソラナ、BNB、その中で注目なのはカルダノだと言っているわけですね。カルダノ直近では、ハードフォークがですね、予定されています。バジルっていうハードフォークが行われるようなんですけれども、このハードフォーク実は6月ぐらいからやるっていうふうに言われてたんですが、かなりこうね、延期されてきたということですが、そろそろ直近で実行されるんじゃないかというふうな噂がですね今立っているようですね。このハードフォークによってカルダノに関してはですねパフォーマンスが大幅に向上するということで、カルダノの創設者の方が述べているようですね。それに加えてちょっとねアノマリー的なところ、テクニカル的なところも言ってるんですけど、カルダノは歴史的にイーサリアムに対して約8週間下落した後数週間の上昇を見せると、こういう風なですね流れに来ているということなんですね。で、今のチャートを見るとカルダノはイーサに対して8週間下落をしたということで、ここから反転の兆しを見せていると、まあ、見せるんじゃないかという風なことも言われています。今後数週間で 50% ぐらい上昇するんじゃないかという風な予想も付け加えたということが書いてありますね。なので期待値は非常にね今高まっているということが言われています。このカルダノに対する期待を後押しするようなニュースもですね他で入ってきておりまして、ロビンフッドなんですね。ロビンフッドは2300万人のユーザーのカルダノ取引を可能にしますと、カルダノを上場するということを発表したようですね。これが9月の1日のツイートで述べたということです。で、この上場に関しては、まあ、カルダノの、今月後半に予定されているようですね、カルダノのバジルハードフォークよりも先に行われますということで、まあ、市場がカルダノにですねどんどん注目が集まってくる前に、このロビンフッドでもですね取引が可能になったということはかなり大きなことなんじゃないかということがここで言われています。ちょっとまあカルダノに関してはですね後でテクニカル見ますけれども、かなり落ち込んでるんですね。ここから反転の兆しが見られるかどうかは僕なりの、まあ、テクニカル分析でもですね一緒に見ていきたいというふうに思っています。はい、じゃあ最後にビットコインの今の板の状況だけ確認しておきたいと思いますが、今も、まあ、売り板の方がちょっと厚くなってますね。ボリュームはかなり多くなってきてます。売り板に関しては引き続き2万1000ドル付近まで厚くなってます。一方買い板に関しては、まあ昨日とあんまり変わってないですね。19500、それから19200、この辺りまでが一応買い板がですね厚くなっているというふうな状況となっています。こういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコイン日足から見ていきたいと思います。今のビットコインの価格が20,086ドルですね。若干こう下を試したんですけれども、昨日でしたかね、大きな下髭もつけましたということで、まあ、これ下髭つけたからどんどん上がっていくかっていう話ではなく、もう両者こう拮抗しているということですね。上行ったり下行ったりしてるよっていうことが今現れているということですね。実際値幅としてはですねそんなに大きなものではなく、この中にですね上が20,700付近で下はですね19,500、この中で完全に収斂されていますので、まあ、この価格帯を逸脱するときに大きな動きにつながることはですね一つ確かなことなんじゃないかなと思います。ただし今日に関しては雇用統計発表前にですね結構こういうふうにね上下にこう大きくね動いてくる可能性もあるので、ここは
はしっかり警戒をしておかないといけない。特に短期ポジションは注意ですね。4時間足で見ると、まあ、これもねもうテクニカル分析をしてもっていう感じなんですが、もう本当にね動かないですね、まあ、本当にもう分からないっていう感じですね。はい、高値はずっとこう切り下がっていて、これ抜ければと思ったんですが、今日も抜けることができなかったですね。 20MA の、まあ、線上にですね完全にこう、横ばいで動いているということですので、ここから動き出しがですね本当に重要になってくると思います。下が 19,500 ですね。一応ここの高値で見ていくと、2500付近ですかね。なので今やっぱりこの辺のボックスがですね意識されています。まあ、その中で移動平均線的にはですねどちらが優位っていう感じでもないので、本当にこれはどっちに動くかわからないと。通常であれば、まあ、4時間足レベルでこの移動平均線が密集していて、こういう風に垂れてきてるよみたいな状況になっていけばですね、ちょっとこう下に抜ける可能性あるかなとか見たりするんですけど、これはもう完全にねトレンドが出てしまった後すぐの横ばいですので、もう一段下がる可能性もあるし、一旦反発する可能性もあるということで、このまあボックスからのブレイクですね、ここをしっかり狙っていけばいいんじゃないかなと思うんですが、雇用統計発表直後はですね本当に揺れる可能性ありますので、ちょっと落ち着いてからねポジションを取っていく方が僕はおすすめなんじゃないかなと思っています。はい、一方イーサリアム4時間足で見ていくと、イーサの方がちょっとね強くなってきてるかなっていう風な状況ですね。一時はね結構下がる風なね悲観もあったんですが、直近ではなんとかですねまたこの1590付近まで値を戻してきました。移動平均線も2050がですねゴールデンクロスで、 20MA に関しては上向きになってますので、やはりまあビットコインよりもかなりこう反発力は今強くなってきているということは言えるんじゃないかなと思います。その中でここの1590ですね、もうこれが重要になるっていうことはもう間違いないと思いますので、これを上に抜ければですね一気に1730まで駆け上がる可能性あるし、今日の雇用統計次第でですねあまり良くない結果が出れば、これが抵抗体として認識されて一気にですねこの1440直近安値まで下を狙ってくる可能性があると、そういうふうな、まあ、分析ができるんじゃないかなと思っています。まあ、ただ一方で冷やしてみていくと、そんなにこう上がですね軽い状況では、まあ、全くないということですね。20と50がねデッドクロスしようとしていたりとか、一応移動平均線を全部抜けてからのこう戻りだということで、まあ、移動平均線たちが抵抗体として機能してくる可能性があるということですよね。あとはまあ三尊天領が完成されているということで、ここのラインかなりね重たくなってくる可能性はあるということで、意識が強まっているということなんじゃないかなと思います。なのでこの価格をベースに雇用統計でどう動くかというところが注目のポイントになってくるんじゃないかなと思います。じゃあ次 BIT はねもう直近強いですね。ここの移動平均線密集ポイントを抜けたところから、雇用統計の懸念だったりとか、金利を引き上げることに対しての懸念とか、そういったものはあまり関係なくどんどんですね上昇しているということですね。はい、それだけやっぱりここの移動平均線密集、そこがですね意識されていたんじゃないかなと思いますし、そこからですね市場の注目度がめちゃくちゃ上がっているっていうことは、ここの出来高で明らかになっていることかなと思います。RSI は50回復しております。で MACD に関してもゴールデンクロスをね完成させているということで、ちょっとこの勢い、引き続き続きそうな気配になってきてますね。まあ昨日から言ってる通り、ここの高値80セントぐらいまでは、まあ一旦調整されたとしてもですね、そこはおそらく買われて、この辺まではね試してくるんじゃないかなと思います。で大きな目線で見た時にダブルボトムが意識されて、このネックラインからは本格的なこう反転と見られる可能性も出てくるということで、ここのラインはまあそういった意味では相当重くなってくると思うんですが、ひとまず今の形からいくと、この80セントぐらいまではですね試してくる可能性十分あるんじゃないかなと思っています。はい、でアトムに関しても、まあ、直近ずっとね強い動きを見せていました。で、直近ですね言っていたここの 12.2 ドルのところは今日の朝の時点で突破してきましたね。でこれ4時間足で見ると非常にまあ理想的なですね形で、上抜けをしたという感じで、移動平均線密集の支えを受けて抜けたという感じですね。8月の25日付近では、ダブルトップを作って一気に下げられたっていう動きもあったんですけど、今回はまあ堅調に、じりじりこう下値をですね切り上げながら抜けていった。で移動平均線も密集していてゴールデンクロスして、相場を支えるというふうな位置関係になっていることから、テクニカル的にはサポートされやすい環境であるっていうことは言えるんじゃないかなと思います。で直近まあここの高値、13ドル付近は意識されると思うんですが、これを抜ければ一気にですね次15ドルのこの抵抗体まで駆け上がると、そういうふうな予想をですね今のところはしております。体のエイダ、まず4時間足で見ていくと移動平均線密集の中で揉まれています。でこの辺がですね相当こう底値として意識されているっていうのはこのチャートでわかると思うんですけれども、日足で見るともっとわかるんですね。日足で見ると今このね40セント付近が僕歴史的なラインというふうに呼んでいまして、なぜ歴史的かというと、ここを抜けたところから超低調相場に入ったんですね。でこれを抜けたところから爆上げ相場に入ったということで、この40セント何かしらやっぱり意識ラインとして機能してくる可能性があるんじゃないかなということですね。そうこうしているうちにここで下げ止まったのも40セントということで、おそらくここを抜ければ暴落につながるし、ここを守れば底として意識されて、この移動平均線たちを抜けていけば、まあ上昇反転につながってくる、そういったね結構重要な価格帯にいるっていうことがまず
ず今の環境認識として言えるんじゃないかなと思います。でまあハードフォークがですね今月末に控えているということで、それに向けてですね上昇してくるということがいろんなところでも言われています。海外のニュースで特にADAのニュースが多いですね。その中でやっぱり注目なのはもうさっきの BIT の例が非常にいい例ですけれども、ここの移動平均線密集完全な密集ですよね。これを上にですね抜けていけば、チャンス広がってくると思いますし、直近でこの高値の切り下げラインありますね、ここも含めて上値はちょっと重たい状況ではあるかなと思います。はい、ただ一方でここをしっかり抜けてくることができれば、まあ上がですねかなり開けてくるということになりますので、まあ、70セントくらいまでは一気に駆け上がるということかなと思います。まあ、ここまでもし駆け上がることができればこの200日移動平均線も超えることになりますので、まあ、底打ち反転の兆しが見えてくるということになるんじゃないかなと思います。まあ、その後1ドルのところはね相当意識されているので、まあ、これをどんどん抜けていくかどうかっていうのは分かりませんが、ひとまずですね底打ちとして認識されるのであればまずはここを抜けないと、まあ、買っていくことはできないんじゃないかなと思っています。あんまりこう価格差そんなにないですので僕はねまだ待ってもいいんじゃないかなというふうに個人的には思っております。はい、じゃあ最後ニアプロトコルですね。まあ、これに関しては移動平均線完全に密集をまだ抜けきれていませんが直近では抜けようと頑張っているという状況が見えています。昨日の動画でもお伝えしていた通りですね、一応まあ MACD もゴールデンクロスしそうになってますし RSI も50を回復に向けて動いてきています。ただここの水平ライン、価格でいくと 4.4 ドル付近でしょうか。このあたりは相当重たいですね。水平ラインも移動平均線も重なってますので抵抗されてしまうと 2.9 ドルぐらいまで一気に下落したりとかっていう可能性もありますし、まあ、雇用統計次第っていうところもありますが、このラインをですね一気に抜けることができれば短期的に結構上はですね開けてくると思いますので、そのあたりが直近のね注目ポイントそしてチャンスのポイントになってくるんじゃないかなと思います。ということで今日は6通貨見ていきました。まあ本当に今日はねもう雇用統計を見ていくしかないので、まあ、短期的なポジションは僕は手放して、お祭りのようにですね、静観していこうかなと思っています。まあ、グローベーズの方に関してはディスコードでね僕もタイムリーに状況をね、言っていこうかなと思ってますのでそちらもぜひリアルタイムで楽しみにしていただければと思います。ということで今日の動画ここまでにしたいと思います。明日に関しては、熊本のねパワースポットの動画を上げようと思ってますので相場分析をお休みにしたいと思います。ということで皆様良い週末をお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございました。